はい、タイヤランド、車両規制してるかどうか今から見ていこうと思います。朝ね、車両規制しなかったんですよ。先シーズンは車両規制してたんですけど、雪でね、車両規制しないからすごいね、スリップして上がっていけない、車がたくさんいました。でさっき、和鹿岳の峠も撮影してきたんで、それもご覧ください。はい、僕はタクスノーパーク、農家と言いますね、タクスノーパークとダイヤランドの専門チャンネルです。さあ今がね、12月19日日曜日10時7分です。朝の10時7分、今日一日中雪ですね。さあダイヤランドの入り口にね、ガードマンが立って、車両規制、肉でもチェーン巻いてなかったらダメだよとかね、四駆でもノーマルタイヤだったらダメだよとかね、規制してるんですよ。でそれがね、今やってるかどうかちょっと今から見ていきましょう。でこの後ね、タカスノパークとダイヤランドをどっちかに止めて連れて行こうと思います。まあ、駐車場の後ろの方を止められてね、歩く距離が長かったらボードにしようかなと思います。さあ、いるかな、いないかな。あ、いないね、除雪車が活躍してるんでいないね。また再びね、わしがたきはね、帰省したりしなかったりだったんですよ。でダイナもね、ダイナが一番急勾配だけど、まあ知れないですね。まあこの時間だからね、ダイナはね混雑しとるだろうな。まあ、今んとこね、人工雪のところしか滑れないから、むちゃくちゃ混んどるよ多分。高須はね、まあ、近々ねコース広げると思うけど、今のところねダイヤモンドコースとあの林道コースだけなんですよ。まあ、早いとこ広げてほしいけど、移した程度、その後